マシュー・アップソン、マシュー・ジェームズ・アップソン、マシュー・ジェームズ・アップソン、1979年4月18日隊は、イングランド・サフォーク州愛出身の元サッカー選手、元イングランド代表。現在は、無所属。ポジションは、DEF、センターバック。ベッドフォードシャー州のルートンタウン FC でキャリアを、開始後、1997年5月に積金200万ポンドで、 プレミアリーグのアーセナル FC と契約した。しかし、アーセナルでは出場機会をなかなか得られず、ハイベリーでの6期は57試合の出場にとどまり、また、ノッティンガムフォレスト FC、クリスタルパレス FC、レデ,ディング FC へと貸し出されていた。2003年から加入したバーミンガムシティ FC では定期的に出場機会を得ることに成功し、2006年に チームが降格すると、2007年1月に移籍金750万ポンドで、ウエストハムユナイテッドシート契約。ルーカス・ニールが退団した次の2009年からは、首相を務めた。2010から11シーズンに、チームが2部へと降格し、また、自身の契約が満了となったため、今度は2011年8月にストークシティ FC と2年契約を、締結した。 2012から13シーズンに2部のブライトンホーブアルビオン FC への期限付き移籍を経て、2013年に同クラブと1年契約の完全移籍を果たした。サフォーク州ハーティスメアに生まれ、リチャード・ライト、キーロン・ダイアーラと共にイップスウィッチ・タウン FC の下部組織で育ったアップソンは、1994年にルートンタウン FC の下部組織に入団し、 1996年にプロ契約を締結すると8月31日のロザラムユナイテッド FC 戦1から0で88分にジュリアン・ジェームズに代わってプ初出場を飾った同試合がルートンタウンで出場した唯一の試合となっている1997年5月に遺跡金200万ポンドでアーセナル FC と契約した移籍期目に早速 プレミアリーグのタイトルを獲得するも、トニー・アダムス、スティーブ・ボールド、マーティン・キーオンの既存の守備陣に加え、アップソン自身の負傷によって、リーグ戦わずか5試合の出場にとどまり、さらに、1999年12月には、全十字陣体損傷に見舞われた。負傷から復帰後もアーセナルでの出場機会は、限られていたものだったため、2000年にノッティンガム・フォレスト、FC、 2001年にクリスタルパレス FC へ貸し出された。2001から02シーズンにアーセナルへ復帰後はソルキャンベルやキーオンの控えという位置づけ自体は変わらなかったもののアーセン・ベンゲル監督に気に入られて出場機会を増加せ2002年2月に足を骨折したことで離脱するまでの間にリーグ戦14試合を含め公式戦22試合に出場し リーグ戦と FA カップの2冠獲得に貢献した。骨折から復帰後の2002年9月2日に3ヶ月の期限付き遺跡でレディング FC と契約し、9月10日にフットボールリーグカップのケンブリッジユナイテッド FC 戦でプロ初得点を記録した。契約満了によりレディングから復帰するもキャンベルとコロトゥーレの新たなセンターバックコンビが出来上がっていたため、 より多くの出場機会を求めたアップソンはクラブから異流に耳を貸さず遺跡を決意した。2003年1月に遺跡金100万ポンド、インセンティブで最大遺跡金300万ポンドでバーミンガムシティ FC と契約以降、スティーブ・ブルース監督の下でレギュラーとしてチームを支えていい。しかし、2006年2月4日のフルスアーセナル戦後に足を負傷させて、 一定の離脱となると、さらに、4月にアストンビラ FC とのバーウィンガムダービー、前の準備運動中に、アキレス腱を断させたことでシーズン残りの離脱が決定し、その間に、守備のよを失ったチームはニブへの降格が決定した。2006年11月26日のバーンリー FC 戦で8ヶ月ぶりに、チームへと復帰を果たし、次のプリマスアーガイル FC 戦、3から0で、 ラディジャイディとコンビを組み戦闘出場して得点を挙げた。2007年1月18日にウエストハムユナイテッド FC から遺跡金400万ポンドのオファーをバーミンガムに断られ、数日後の600万ポンドのオファーも再度断られたが、遺跡史上最終日に遺跡金600万ポンドインセンティブで最大遺跡金750万ポンドでウエストハムと4年半契約を 締結した。この遺跡に対して、バーミンガムのブルース監督は最後まで売却、望んでいなかったものの、クラブのディレクターの意向により同意せざるを得なかった、ことを後に明かしている。期待を寄せられた遺跡した一期目は、初出場を飾ったアストンビラ戦、0から1で、ふくらはぎ痛により30分も経たないうちに、交代すると、3月のアップトンパークでのトッテナムホットスパー FC 戦、 3から4で復帰するも不したことでわずか11分の出場にとどまり失望に終わった。2007年8月にホームでのマンチェスターシティ FC 戦で初フル出場を果たすと1週間後のフルスバーミンガム戦1から0で初めて首相を任されると負傷から回復した2期目は信頼を置かれ、またアントン・ファーディナンドと鉄壁とも言える CB コンビを 気づいて10位でシーズンを終えることに貢献。12月29日のマンチェスターユナイテッド FC とのリーグ戦で決勝点にして移籍後初得点を記録している。2008年7月には、それまで着用した背番号6が、かつて在籍したボビー・ムーアのイサを叩いて永久欠番となったことで、背番号15に変更された。2009年8月に、 首相のルーカス・ミールが対談したことに伴って、首相の座に就任した2009から10シーズンは、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC との開幕戦、ストークシティ FC 戦、ポーツマス FC 戦とで合計3得点を記録。同シーズンは、寸前のところで降格を回避することに成功したものの、翌2010から11シーズン終了時に降格が決定したことに加え、 自身の契約満了となったため、6月1日にサム・アラダイス新監督から退団することが発表された。2011年8月9日にストークシティ FC と2年契約を締結し、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12の FC トゥーン戦で初出場を飾ると、ブリタニアスタジアムでのトゥーンとの第2戦で初得点をゲタアップソンは、 シーズン当初の期待とは裏腹に既存のセンターバックコンビのライアンショークロスとロベルトフート、そしてドーナツに新加入したジョナサン・ウッドゲートの牙が崩せずに一番下の序列となり苦しんでいた。その一方で UEFA ヨーロッパリーグの方ではグループリーグ全試合に出場して32回戦進出に貢献。2月26日のスーンジシティ AFC 戦で リーグ戦初得点を記録した。ショークロスが1試合の出場停止になったことで2012年12月29日のサウサンプトン FC 戦3から3で2012から13シーズン最初のリーグ戦に出場したアップソンはストークでの通算2得点目を挙げた。シーズン終了に伴い対談することが発表された。2013年1月31日にストークから ブライトンホーブ・アルビオに FC へ期限付き移籍し、4月20日のブラックプール FC 戦で移籍後初得点を記録。7月10日に自由契約で同クラブへ完全移籍を果たした。2014年5月23日、プレミアリーグに昇格したレスターシティ FC に移籍した。2015年7月30日に MK ドンズと1年契約を結んだ。 8月11日に行われ2から1で勝利したフットボールリーグカップのレートンオーリエント FC 戦でデビューしたが、以降は6試合の出場に止まり契約は更新されなかった。2015から16シーズンを最後に現役を引退した U-21 代表で12試合に得点を記録後、 バーミンガムシティでの活躍から2003年5月22日の南アフリカ戦でリオハーディナンドに代わりイングランド A 代表初出場を飾って以降バーミンガム在籍中に7試合に出場した2005年9月7日の北アイルランド戦を最後にしばらくの間代表から遠ざかっていたがファビオカペロ新監督の最初の試合である2008年2月の ウェブリースタジアムでのスイス戦に向けて招集され、リオファーディナンドとコンビを組んで先発出場をした。また、ジョン・テリーが負傷したことにより、出場10試合目となったカザフスタン戦で再度先発している。2008年11月19日のドイツとの親善試合2から1では代表初得点を挙げ、放映する ITV による最優秀選手に選出された。 2010フィファワールドカップの一員に選出されたアップソンはグループリーグ最初の2試合は起用されなかったもののレドリー・キングとジェイミー・キャラガーがそれぞれ出場停止と傷となったため3試合目のスロベニア戦でフィファワールドカップ初出場を飾った続く決勝トーナメント1回戦のドイツ戦でコンビを組むテリーと共に再度先発出場するも 開始20分にミロスラフ・クローゼを捕まえきれずに、ゴールキックからのボールを直接決められるミスを犯すと、12分後に、ルーカス・ポドルスケを逃してしまい失点した。その後に、自身の得点で1点を返すも、後半に2得点に許してしまい、敗退となり、同試合を最後に代表での出場は、訪れずにいる。なお、この1得点により、スティーブン・ジェラードとジャーメイン・デイォーに並び、 同大会のチーム最多得点者となっている。800メートル競争のエリーダービーと付き合っており、息子を一人授かっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。